ドームです。シャーク対桜島、この一戦をお送りいたします。シャークの先発は右の砂田、桜島の先発は右の大西、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは三島、背番号64。第9球投げた、ボール。第2球見送ってストライク。第3球を投げた、完全に外れた、ボール。これは完全なボール球、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。第4球を投げた、打った、ライトへの浅いフライになった、ライト前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者笹本、投げました、見送ってボール。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球ドロップ、見送ってストライク。第4球を投げました、ボール。内角低め、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、センター前、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番、初球に送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、直球見送ってストライク、追い込んでいます。追い込んでから第4球を投げた、空振り三振、バットアウト。砂田上々の立ち上がりを見せています。桜島、スコアボードにゼロの文字が入ります。1回の裏、シャーク攻撃に入ります。トップバッターは関、決まった、ストライク。第2球高速シュート、見送ってストライク。第3球を投げた、ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、打ちました、下がっていった、ヒット。関、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。インコース低めいっぱい、ストライク。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。投げた、アウトロー、空振り、タイミング合いません。ファーストランナーをちらっと見て、第3球は空振り三振、飛んだ、全くタイミングが合いません。右バッターボックスは3番根本、初球から打ってった、三遊間の打球、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレー、スリーアウトチェンジ。1回が終了しまして、桜島立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、桜島攻撃に入ります。投げました、外を際どい、ボール。これは外れます。第2球低め、ボール。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げました、内角球、空振り。第4球は打ちました、いい当たり、入るか、入るか、ワンバウンドヒットになった、センターからセカンドへ、いいバッティングを見せました。シャーク先制のピンチを迎えます。右のバッターボックスは5番稲見、第9球投げました、初球はストライク。第2球投げました、ストレートはボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、ボール。カウントは2ボール1ストライクです。さあ、4球目、ドロップはボール。カウントは3ボール1ストライク。さあ、投球は5球目、見送ってストライク。次は6球目、投げた、ストレート、空振り三振。バッターは6番坂野、第9球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。第2球
投げた、ドロップ決まってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。砂田見事なピッチングです。バッターは7番柏。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。投げた、決まってストライク。二塁牽制、二塁タッチセーフ。第2球投げました、打ちました。セカンドこれは守備範囲内。二塁ランナー残塁に終わりました。2回の表が終わって0対0、桜島チャンスをものにできませんでした。2回の裏シャーク攻撃に入ります。この回のトップバッターは島。パーマーストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、高速シュート空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、インコース高め、空振り三振。島全くタイミングが合いません。打ちました、初球打ち、浅見バックしていった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番海空、投げました、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球高速シュート、ボールわずかに外れました。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、決まってストライク。第4球を投げた、直球空振り三振。最後は空振り三振で打ち取りました。2回の裏が終わりまして0対0、両チーム無得点です。3回の表桜島攻撃に入ります。投げた、初球決まってストライク。第2球投げた、2球目ストライク。投球はこれから3球目。1球外した、ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、打った、ヒットになります。いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは9番浅見。第9投げた、危ない球、投げました、バントした、ファール。第3球を投げました、内角低め、ボール、カウントは2ボール1ストライク。肩越しにランナー見た、投げました、4球目空振り、タイミング合いません。第5球投げました、アウトコース低め、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。シャーク、ここはバントに警戒します。一塁へ牽制球を送ります。さあ次の投球、バントしました、ピッチャーの右へ転がした、席取ってアウト、ランナー二塁に進みました。シャーク先制のピンチを迎えます。初球を打ちました、ファールボール。投げました、ボール、カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げた、3球目空振り、肩越しにランナー見た、投げた、打ちました、右中間へのフライ、ヒット、ボールが点々と転がっている。桜島先制、1対0。バッターは3番。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。1球目ストライクから第2球、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。ファーストランナーをちらっと見て投げた、外れた、ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、打ちました、三遊間のゴロ、小野取った、アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって1対0、桜島ここで先制です。
3回の裏シャーク攻撃に入ります。先頭バッターは鳴海、投げた初球空振り、少し迷ったか、初球空振りから投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。追い込んで投げました、危ない球。第4球を投げました、外角低め、空振り三振、2者連続三振。第1球投げました、見送ってストライク。第2球投げました、パームはボール、これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、3球目空振り、タイミング合いません。追い込んでから投げた、ボール、わずかに外れました。カウントはツーボールツーストライク。次は5球目投げた、変化球空振り三振、三者連続三振になりました。バッターは9番星野、第1球投げた、見送ってストライク。第2球見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、打った、ショートバウンド一塁送球。三島軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。大西下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回まで終了しまして1対0。4回の表桜島攻撃に入ります。投げました、1球目ストレート空振り、1球目空振りから投げました、2球目ストライク、これで追い込みました。追い込んで投げました、ドロップ、空振り三振、全くタイミングが合いません。右のバッターボックスは5番稲見、今日の第1打席はスイングアウト、初球ドロップ空振り、タイミング合いません。投球これから2球目、打ちました、ライトフライ、飛距離は出ていません、取りました、これで2アウト、ランナーありません。ピンチヒッターは山村、第1球投げました、初球空振り、少し迷ったか。第2球打った、ファール。第3球を投げました、1球外してボール、1球外してきました。第4球を投げた、見送ってボール、カウントは2ボール2ストライク。次は5球目打った、島交代、これはヒットになります。打ったバッターは1塁蹴って2塁へ、山村ツーベース。バッターは7番柏、桜島、追加点のチャンスを迎えています。投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、外角低め、外れてボール、カウンター2ボール1ストライクです。投げた、打ちました、センターへ上がった、取ってこれで3アウトチェンジ。二塁ランナー山村残塁に終わりました。4回の表が終わって1対0、桜島スコアボードに0が。シャーク、この回1番からの好打順になります。右バッターボックスはトップバッターの関。第2球2球目ストライク、第3球を投げた、空振り三振、関、全くタイミングが合いません。バッターは DH の本田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました、ストレートはストライク、タイミング合いません。投球はこれから3球目、決まってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから第4球を投げました、高速シュート、空振り三振、2者連続三振になりました。投げました、
これは引っ掛けた。サード前方のフライになりました。取りました。これで3アウト。大西、ここまできっちり一安打ピッチングが続いています。4回までが終了しまして1対0、桜島1点リード。5回の表、桜島攻撃に入ります。投げました、ボール。これは外れます。投げました、インコース高め、ドロップ外れてボール。カウンター2ボールノーストライク。投げた、ストレート見送ってストライク。投球これから4球目。打ちました、ファールグラウンド。ボールをつかみました。浅見に代わりまして今野、背番号第9。初球空振り。第2球、危ない球。第3球はボール。これはわずかに外れています。カウントは2ボール1ストライク。投げた、危ない球。さあ投球は5球目。投げた、打った、小野下がっていった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。代打は寺岡、桜島、代打構成に出ます。投げた、インハイ際どい球、ボール。攻めてきます。投げた、直球空振り。投球はこれから3球目。インロー空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、打ちました、ファールボール。第6球を投げました、これはバットの根元、砂田ボールを取る。一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。桜島三者凡退に倒れました。5回の表が終わって1対0、桜島現在。さあここは守備を変えてくるようです。第1球投げました、決まった、ストライク。第2球投げました、打ちました、スライディングキャッチ。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番小野。第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、低め決まってストライク。第4球を投げた、ストライク、空振り三振。バッターは代打西原、桜島、ここは何としても抑えたい場面。第1球投げた、見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、寺岡交代、取りました、試合終了です。大西見事な完封勝利、シャーク1点差に届かず敗れました。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた大西、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は1対0、シャーク1点差で敗れました。勝利投手は大西、敗戦投手は砂田、実況担当は堂前英雄で名古屋ドームからお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。